皆さんこんにちは、 MC 英会話のノアです。前回の YouTube 見ていただけましたでしょうか。アメリカの大統領の紹介を始めていってるのですが、今日はその続きになります。では早速16代目大統領からまた名前を挙げていきたいと思いますので、 Let's listen。 16代目大統領はアブラハム・リンカン。17代目アンドルー・ジョンソン。18代目ユリシス・エス・グラント。19代目ルーズフォード・ B ・ヘイズ。20代目ジェームズ・ A ・ガーフィールド。21代目チェスター・アーサー。22代目グローバー・クリーブランド。23代目ベンジャミン・ハリソン。22代目と同じくグローバー・クリーブランド。25代目ウィリアム・マッキンリー。26代目フィオドア・ルーズベルト。27代目ウィリアム・ハワード・タフト。28代目ウッドロー・ウィルソン。29代目ウォーレン・ G ・ハーディング。30代目キャルヴィン・クーリッジ。31代目ハーバート・フーバー。今回も一旦ここまで、にしたいと思うんですけれども、この中からちょっと一人超有名な大統領をピックアップしたいと思いますが、そう、16代目大統領のアブラハム・リンカン。まあ、リンカーンがね残した名言といえば、そう、日本でも多分社会の授業で習うと思うんですけれども、人民の人民による人民のための政治。これもちろんアメリカの社会の授業でもしっかり習うんですけれども、英語だったらこういう感じです。 Government of the people, by the people, for the people。 まあ聞いたこともねある人もいるかと思いますが、いかがでしたでしょうか。次回の YouTube もこの続きから紹介していきたいと思います。 Okay, so see you again. Goodbye.